こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの定番中の定番人気レンズ、ズミクロンの 50mm 人動タイプ M マウントになっております。はい、ご覧の通りですね、ズミクロンの 50mm F 値が2シリアルが1115838ですので、1953年ですねのズミクロン 50mm M マウントということになってますね。はい、はい、では外観から見ていきます。外観はご覧の通り非常に綺麗な状態で、目につくようなですね、擦れ当たり、へこみとかですね、油の汚れ、素材の劣化など見られない感じです。どっかに落として歪んだりとかですね、ぶつけたり擦ったりしたような跡もないですね。マウント部分も綺麗です。振動もスムーズに動いておりますし、はい、ロックもしっくりとしてますので、腰彫りでグラグラ動いたりしないですね。はい、レンズも前側にですね、こううっすらとですね、拭きすれがちょっと見られる感じなんですけれども、ビデオでもちょっとご覧にいただけると思いますけれども、ライトに透かすとちょっと見える感じで、すれがあります。大きな引っかき傷とかですね、コーティングの剥離や摩耗などはないです。後玉は綺麗ですね。中玉にも曇りカビ、バルサム切れなどはありませんので、画質に影響のある瑕疵は、ほぼ全くないと思っていただいていいと思いますね。はい。絞りも軽快に動いていて、油のりとか羽の痛みもないですね。はい。ピントのヘリコイドも滑らかに動いてまして、一定のトルクで非常に滑らかに動いてますね。はい。無限ロックもきっちりと効いております。はい。除菌がリアキャップとこちらのフロントキャップですね。はい。で、本個体ですけれども、ライカジャパンのカスタマーケアたまにですね、置いてですね、点検をどこかお願いしております。レンズ表面の傷やコーティングの劣化、共同の片付きなど年代の痛みありますが、レンズの曇りはなく、フォーカス、距離計カメラの十分な精度がありますので修理は不要ですという感じですね。はい、という感じで写りに関しては全く影響のない、いい状態のズミクロン 50mm と思っていただいていいと思います。はい、年代物のレンズではあるんですけれども、未だ持ってですね、このレンズを M3 に取り付けてですね、アンリー・カルティエ・ブレッソンも撮影していたということで、新興者の多いレンズですね。はい。ということで、ライカジャパンにて、定整備点検済みの、ライカの定番中の定番、標準レンズ、ズミクロンの 50mm 振動タイプ、いわゆるチン済みと呼ばれて親しまれるレンズになります。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。